卒業式で調子に乗りすぎた男の末路。俺はゴングー、都内の高校に通っている。そしてもうすぐ卒業式を迎えるところだ。いよいよ明日卒業式か。いろいろあったな。俺は1年生からクラスのみんなに面白キャラでいじられてクラスの中心人物だった。料理長、チャーハン1つ了解。ご飯入れて、卵入れて、チャーシュー入れて、ここで炒める。火ここで。いや火高すぎやろ。卒業式も笑って終わりたいな。みんなともお別れだし。ゴングおはよう。3年間あっという間だったよな。そうだな、カイジェルともお別れになるし寂しくなるぜ。なあゴング、卒業式の最後なんか面白いことしてくれよ。それ考えたんだけどなかなかいいの思いつかなくてさ。普通に卒業するのもつまんねえよな。俺にいい考えがあるぜ。締めくくりに最適なやつがな。それから俺とカイチェルは卒業式で爪痕を残すために打ち合わせをした。緊張するけど一発勝負だ。やってやるぜ。それでは1組からです。名前を呼ばれた者は立ち上がって返事をしてください。出席番号1番長谷川くん。はい。出席番号2番カイチェル。はい。出席番号3番ゴングー。かけー。さあ皆さんケーキ漬けに行きますよ。最初はグーじゃんけんかけー。よし、なかなか受けたぞ。もう一発いっとくか。この空気、お察しします。ゴンハタゴンザブローでございます。先生にお返しします。ゴングやったな。めちゃくちゃ受けてたぞ。だな、いい思い出になったよ。カイチェル、ありがとな。卒業式にこんなに笑えるとは思わなかったよ。ていうかさっきの動画 SNS にアップしていい？もちろん。これはバズるぞ。楽しみだ。さてカイチェルが投稿した動画どうなったかな。お笑い養成所からスカウト来たりしてねえかな。めちゃくちゃ炎上してんじゃん。これはやばい。それからカイチェルに急いで連絡し削除してもらったが、炎上の風は収まることはなかった。どうしよう、あんなことしなきゃよかった。ゴング、担任の先生から電話よ。やばい、めちゃくちゃ怒られる。ゴング、残念だがお前が卒業式にふざけた挨拶をしている動画を大学の先生が見たらしく、お前の合格を取り消したいと連絡があった。いや、俺はただ卒業式で最後の思い出を残したかっただけなんです。どうにかならないですか？こればかりは何ともならない。お前は推薦枠だったからな。お前の行く松野大学の校風に全くそぐわないとして取り消しを要請されたんだ。残念だが諦めてくれ。そんな。その後俺は大学にも行けず、近所からも本当に笑い者にされた。そしてだんだんと家に引きこもるようになった。階段の結婚の意味が分かってしまった男の末路。昨夜俺の住んでいるアパートで事件が起こったらしく、朝から警察官が忙しく出入りしていた。朝から騒がしいな。どうかしたんですか？お兄さん、このアパートの住人の人ですか？すみませんが、捜査にご協力いただけませんか？はい、大丈夫ですけど、何があったんですか？それが今朝、女性の遺体が1階の駐輪場から見つかってね、屋上まで続いている階段に血痕があってから事件じゃないかって通報が入ったんですよ。なるほど、屋上から引きずられてきて、駐輪場に捨てられたんですかね？いや、それがどう調べても、階段を登った後の血痕だって、鑑識が言うんですよね。え？まさか。俺は次の日アパートを急いで引っ越した。食べ放題で無断で食べ物を持ち帰った男の末路。こんなんで逮捕されてまさに豚箱行きだ。俺はゴングー、食事が唯一の趣味であるアラサーだ。今日は同僚のカイチェルと焼肉食べ放題に来ている。末路カルビマジうめえな。すいません、ご飯特盛りもう一つ追加で。ゴングーお前ガッツきすぎだろ。まだあと80分あるんだからゆっくり食べたらどうだ。いや、それはダメだ。食べ放題はペース配分が大事だからな。全種類はとりあえず制覇しないとだからね。大食い番組じゃねえんだぞ。そんなに食えるのはある意味羨ましくもあるけどな。腹いっぱいだ、もう何も入らねえ。ゴングーお前お肉1キロぐらい残してるじゃねえか。調子に乗るからだろう。まあとりあえず会計するか。すいません、お肉がかなり残っているので食べ放題料金にプラス1万円追加でお支払いいただければと思います。もしくは全部食べていただければお金はかかりません。そんな。わかりました、全部食べます。かしこまりました。ではまた10分後にお会計をお伺いしますね。腹いっぱいで絶対食えねえよ。あ、そうだ、持って帰ればいいのか。そして俺はカバンからコンビニの商品が入っている袋を取り出し、その商品をカバンに直接入れ袋にお肉を詰め込んだ。よし、全部入ったぞ。店員見てねえよな。お客様、もう食べられたんですね。はい、頑張りました。すごいですね。では食べ放題の通常料金となりますので、お二人で6000円になります。こいつバカだな、まんまと騙されやがって。絶対こいつ袋に入れて持ち帰ってるぞ。
あの作戦実行するか。あ、お客様、明日限定で食べ放題2000円オフやってるので、ぜひ明日もいらしてください。え、マジですか？絶対行きます。明日も腹いっぱい食べて大量に肉を持って帰ってやろう。こんばんは、また来ました。今日は2000円オフ使わせていただきますね。もちろんです、ごゆっくりどうぞ。そうして俺はお肉を食べつつ、店員の目を盗み、持参してきたタッパーにお肉を少しずつ入れた。大量大量、腹もいっぱいだし満足だな。ふん、やっぱりな。ではお会計2000円オフで1000円になります。ちょうど1000円いただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。警察だ。君、カバンの中見せてもらえるかな。最近この辺で盗難事件が多発していてね。はい、わかりました。これは何ですか？すいません。これはお店のお肉を盗みました。ですよね。店員の許可なく勝手に料理を持ち帰るのは立派な犯罪です。あなたを窃盗の容疑で逮捕します。そんな。そうして俺は窃盗罪で逮捕され、2年の実刑判決が下りた。俺は自分の食欲と食い意地により犯罪を犯してしまったことに後悔してもしきれなかった。貧乏ある中の末路。これがなかったら俺はもうダメなんだ。俺はゴングー、アラサーのフリーターだ。先月までサラリーマンをしていたが、ストレスがたまり酒に溺れた俺は遅刻や欠勤を繰り返し、さらに会社での飲酒がバレて懲戒解雇になった。酒が飲みたい。酒だ、酒。あっ、貧血でアルコールを買えない俺は目についた料理酒を飲んだ。しかししょっぱすぎて全く美味しくなかった。そこで俺は水道水で料理酒などを割って飲むことを思いついた。これならまだマシだし、酔えたら何でもいいか。それから俺は格安の料理酒を大量に買い込み、自宅で飲むようになった。そしてその飲み方にも慣れた俺はそのまま料理酒を直接飲むようになっていった。いやー、ビールや焼酎を買ってた頃の俺がバカらしいぜ。金もかからないし、最初からこれ飲んどきゃよかったな。俺は料理酒を飲み続けた。だがある日、心臓が痛い。おい、あんた大丈夫か？誰か救急車呼んで。ここは病院。俺は道端で倒れて。気がつきましたが、ゴングーさん、あなた2日間も意識不明だったんですよ。そうだったんですね。助けてくださりありがとうございます。ですがゴングーさん、あなたは末期の胃がんです。しかも他の機関にも転移していました。どうしてですか？俺はたくさん料理酒を飲んだだけなのに。それでなんで？料理酒は文字通り料理に使われるお酒です。料理酒は塩分濃度がかなり高く、その数値は海水の塩分濃度とほぼ同じです。胃がんの原因はアルコール依存での料理酒の飲みすぎ、そしてその料理酒による塩分の過剰摂取が原因です。正直言いますと、もう感知できません。申し訳ありません。そんな。それから俺は搬送先の病院でただただ終わりが来るのを寝たきりで待つ生活を余儀なくされた。椅子を使っていたずらしようとした中学生の末路。僕はカイチェル、中学2年生だ。僕には小学校から幼馴染のゴングーがいる。ゴングーおはよう。そういえばスーパー末路ブラザーズのステージ2クリアできたか？あれめちゃくちゃむずくない？あれは土管に隠し通路があるんだぜ。そんなことも知らねえのかよ。カイチェルは本当に時代遅れだな。そんな、誰も教えてくれなかったよ。まあ自力で見つけた方が楽しいから、せいぜい頑張れよ。ゴングーどこ行くんだよ。便所。僕はゴングーが帰ってきたらギャフンと言わすため、いたずらを考えた。そしてゴングーが自分の椅子に座るときに椅子を引っ張ってやろうと思った。そうすればゴングーは尻餅をついて転がるだろうと考えた。よし、この作戦結構だ。帰ってきたぞ。よし、一元は数学だな。よし、今だ。いてカイチェル、何すんだよ。ゴングーがいけずするからだよ。少しは反省したか？ゴングー、冗談はいいって。授業始まるから早く立てよ。痛みで立ち上がれない。誰か保健室に連れてって。え、大丈夫かゴングー？肩貸してやるから保健室行くぞ。それから僕とゴングーと先生は一緒に保健室に行った。しかし病院での精密検査が必要とのことで、ゴングーは救急車で搬送された。僕はドキドキしながら授業を受けた。先生、ゴングーは大丈夫なんですか？ゴングーは脊椎を強く損傷していて、今まさに緊急オペをしているところだ。そしてその手術やその後のリハビリをどう頑張ったとしても、今まで通りの生活をするのは非常に難しいと医師から伝えられた。そんな、僕はただいたずらをしたかっただけなのに。
僕は学校を早退し、ゴングーがいる病院に向かった。その後、4時間にも及ぶ手術が行われたが、そこで僕に言われたことは想像以上のものだった。残念ですが、ゴングー君はこれから一生寝たきり生活になります。最善は尽くしました。僕は、なんてことをしてしまったんだ。その後僕はゴングーに何度も謝罪したいと伝えたが、何度も断られた。僕はたった一度のいたずらで大切な友達を失ってしまった。割引シールを貼り替えた男の末路。俺は実家住みアラサーでフリーターのカイチェル。俺は地元にあるスーパー末路でアルバイトをしている。いやー、実家はやっぱり最高だな。真面目に働いたやつ見たらバカらしくなってくるぜ。カイチェル、ちょっといい？お父さんが話あるって。ん？お父さんが？カイチェル、そこに座りなさい。お前これからどうやって生きていこうと思ってるんだ？いや、まあそれは適当にやるよ。はぁ、お前もう29歳だろ。いい加減仕事始めないと生きていけないぞ。ああ、分かってるよ。来月からバイト探すよ。何を言ってるんだ、明日からだ。明日バイトの面接をしてこい。今月中に働き出さないと家を叩き出すからな。そんな。今日はセールの日だし、お客さん多くなりそうだな。忙しくなるぞ。初めて1年、かなり仕事が慣れてきたが、これまで全く働いてこなかった俺にはかなりしんどかった。そんな俺にはバイト終わりに唯一楽しみにしていることがあった。よし、まだ売り切れてねえな。残っといてくれよ。それは割引シールの貼られたお惣菜だ。お惣菜に割引シールが貼られるのは8時10分頃だと知っていたので、8時前にバイトが終わるようにうまく調整している。いつも通り8時に終わり、お惣菜コーナーに行き、コロッケなどのお惣菜を手に取った。そこで俺はひらめいてしまった。ちょっと待てよ、この割引シール他の商品から取ってここに貼ったらもっとお得に買えるんじゃ。俺は近くにあったおにぎりの割引シールを剥がし、コロッケの容器に入り替え、少しビクビクしながら列に並んだ。しかし何の問題もなくお会計を終わらすことができた。ふっ、ちょろいぜ。いつもの 75% オフの料金で買えちまったよ。割引シールセゴー。俺は割引シールの旨味を知ってしまい、何度も張り替え行為を繰り返していた。さすがに自分の店で何度もするのは気が引けるので、他のスーパーで張り替えをした。そしていつも通りお会計を済ませ、袋詰めしていた時だった。すいません、お客さん少しいいですか？あなた割引シール貼り替えてますよね。いや、人違いじゃないんですか？とりあえず裏に来ていただけますか？詳しい話はそちらで行います。俺はお店のバックヤードに連れて行かれた。そこには警察官とバイト先の店長もいた。店長、なんでいるんですか？ここは系列が同じスーパーで、ここの店長も俺がしているんだ。カイチェル、まさかお前が割引シールを貼り替えしてるなんてな。いや、僕はその言い訳をするな。お前の行為は防犯カメラにきっちり映ってるぞ。さっさと白状しろ。はい、僕がやりました。その後俺は複数のお店で同じような行為をしていることを正直に話した。そして俺は詐欺罪の罪に問われ、犯行の多さから有罪判決を受け、2年の実刑判決が下りた。数百円ケチるためだけに俺は犯罪を犯し、何もかも失った。救急車をタクシー代わりに使った高齢者の末路。わしはゴングー、農家をしている後期高齢者だ。腰が痛いし救急車を呼ぼう。10分も経たずに救急車は目の前に到着した。そして救急車に乗り込んだ。なんてな、これでスーパーに行けばタクシーの代わりになるし、節約節約。いやー、助かった。でももう痛みが引いたから、このスーパーの前で降ろしてくれ。それはできません。救急車は病院に搬送するための緊急車両ですから。税金を払ってるのはわしらだぞ、早く降ろせ。俺は持っていた杖を振り回し威嚇してやった。そして無理やり救急車から降りた。はい、ゴングーさんですね。あなたを威力妨害罪で逮捕します。私は何もしていませんよ。あなたが救急車で暴れた映像がドライブレコーダーに映っていましたよ。署まで同行願います。そんな。そうして俺は威力業務妨害罪で逮捕され、2年の実刑判決が下りた。 UFO キャッチャーの台を揺らした男子の末路。なんだよこの UFO キャッチャーのアーム、弱すぎだろ。しかも景品もビクともしねえし、どうなってんだよこれ。この台ダメだな、違うやつやろうぜ。俺はこの景品どうしても欲しいんだよ。店員も見てねえし、こうなったら。よっしゃ、末路2ゲットしたぞ。ゴング、早く帰るぞ。400円でこんな高額商品取れるんだから、 UFO キャッチャーって楽勝だな。君たち、ちょっと警察署まで来てもらえるかな。は？俺何もしないっすよ。ゲームセンターの店長から通報が入ってね。残念ながら君たちのやったことは窃盗罪になるんだよ。でも俺たちが UFO キャッチャーの台を揺らして取った証拠はどこにあるんですか？ UFO キャッチャーの台を激しく揺らして落とそうとする映像が防犯カメラにバッチリ映っていたよ。これで言い逃れはできないよ。そんな。それから俺は学校から退学処分を下され、巻き込んだ友達も離れていき、家から一歩も出られない引きこもりになってしまった。3年間片思いだった男の末路。俺、3年間レイヤちゃんのことがずっと。俺はゴングー、末路高校に入学した新1年生だ。ゴングーおはようさん、入部届け出したか？カイチェルおはようっす。ああ、今日出しに行くよ。
カイチェルは小中と同級生で、中学では同じ野球部に在籍していた。俺たちは地域の公立中学から公立高校へ進学し、同じ野球部に入部届を出す予定だった。午後に一緒に入部届出しに行こうぜ。あとさ、俺たちの学年って10クラスあるだろ。入学式で調べたんだけど、各クラスに可愛い子1人はいたぞ。後で見に行こうぜ。お前入学早々何やってんだよ。俺はあんまり興味ないから、野球部の誰か誘って行ってくれば。それねえな。まあいいや、ヨネちゃんと一緒に回ってくるし、先に可愛い子と仲良くなっても文句言うなよ。何の忠告なんだよ。俺は本当に他のクラスの女の子には興味がなかった。なぜなら同じクラスになった西村玲也という女の子に一目惚れしてしまったからである。今日も玲也ちゃんは可憐だな。やばい、目が合った。ん、なんだなんだ。ゴングーおはよう。ゴングーは選択科目何にしたの？あ、おはよう。俺は音楽だったかな。そうなんだ、選択科目も一緒だね。頑張ろうね。うん、頑張ろうね。えぐい、可愛すぎる。無邪気な笑顔半端ねえ。それから俺は日に日に玲也ちゃんのことが好きになっていった。高校に入るまで中学の頃に好きだった人が忘れられなかったが、レイヤちゃんに出会った瞬間にその気持ちは吹き飛んでいった。ゴングーのやつ、遠足の日に何やってんだよ。携帯も繋がらねえし。ごめん遅れました、皆さんすいません。ゴングーお前その格好で来たのかよ。面白すぎるだろ。え、ダサい？一番いいの着てきたつもりなんだけど。私はダサいと思わないけどな。バーベキューもあるんだし、動きやすい方がいいもんね。レイヤちゃんありがとう。まあ確かに動きやすいのはあるな、ダセえけど。じゃあ早速行くぞ。なんであいつが仕切ってんだよ。そうして俺はレイヤちゃんに惚れたまま1年半が経った。レイヤちゃんはもちろん他の男子生徒にもモテていたし、彼氏と付き合っていたりも当然していた。でもそんなことがどうでもよくなるぐらい俺はレイヤちゃんのことが好きだった。3年間片思いだった男の末路。俺はゴングー、末路高校に入学した新1年生だ。カイチェルは小中と同級生で、中学では同じ野球部に在籍していた。俺たちは地域の公立中学から公立高校へ進学し、同じ野球部に入部届を出す予定だった。えぐい、可愛すぎる。無邪気な笑顔半端ねえ。そうして俺はレイヤちゃんに惚れたまま1年半が経った。レイヤちゃんはもちろん他の男子生徒にもモテていたし、彼氏と付き合っていたりも当然していた。でもそんなことがどうでもよくなるぐらい俺はレイヤちゃんのことが好きだった。はぁ、夏の大会はスタンドの応援団長か。でも任されたんだからしっかりやらないとな。ゴングおはよう。応援歌のことで聞きたいことあるんだけど、今大丈夫？うん、打ち合わせしようか。俺とレイヤちゃんは2年も同じクラスだった。レイヤちゃんは吹奏楽部で、なんと野球部の夏の大会の応援をスタンドでしてくれる仲間の一人となった。みんな、これから試合はグラウンド整備に入るから、各自水分補給をしてくれ。はい。レイヤちゃんありがとう。でももう俺汗臭いしいいよ。いや、熱中症になっちゃうよ。さっきからずっと声出しっぱなしだから心配で。レイヤちゃんはずっと隣で吹奏楽部の人に指示を出したり、内輪で仰いでくれたり、野球部のマネージャーと一緒にドリンクを作ったりしていた。俺はそんなレイヤちゃんの姿が愛しくてたまらなかった。うさみ、今日バイト暇だろうな。3年になり野球部も引退し、栄養入試で専門学校が決まっていた俺は、残りの学校生活を友達と思いっきり楽しむ時間と焼肉屋のアルバイトに当てていた。もちろんレイヤちゃんのことはまだ好きだったが、3年の冬になっても言い出せずにいた。お、レイヤちゃんから LINE の返信だ。もう3ヶ月で卒業なんて信じられないよね。ゴングはもうお父さんみたいな存在だから、いなくなるなんて想像できないよ。はっはっは、お父さんか。ついに卒業か。それからあっという間に3ヶ月が過ぎて卒業式の日がやってきた。きつかった部活のことや楽しかった文化祭、みんなで楽しんだひとときを俺は思い出しながら決意を固めていた。そう、俺は今日3年間言えなかった思いをレイヤちゃんに伝えようと思っていた。レイヤちゃんごめん、いきなり呼び出して。俺レイヤちゃんのことを3年間ずっと。ゴング私気づいてたんだ、ごめんね。でもやっぱりゴングとは付き合えない。いや、レイヤちゃんは悪くないよ。もう会えなくなるかもだし、やっぱり伝えておきたくて。こちらこそごめんね。うん、うん、ちゃんと伝えてくれてありがとう。卒業しても友達としてよろしくね。うん、俺もすっきりしたよ。こちらこそよろしくね。私のお腹に赤ちゃんがいることは誰にも言えないの。ごめんねゴング。そして何事もなかったかのように、レイヤちゃんを含めたいつものメンバーで卒業式の夜を楽しみ尽くした。だが卒業式の次の日からレイヤちゃんとは連絡が取れず、レイヤちゃんは忽然と俺たちの前からいなくなってしまった。俺の青春はそのまま静かに幕を閉じた。映画館で盗撮した男の末路。俺はカイチェル、映画鑑賞が趣味のアラサーだ。末路の呼吸一の方、ゴンジローマジかっけえよな。っていうか鬼滅の末路面白すぎだろ。しかし毎週映画館で映画を見る料金もバカにならない。
そこで俺はある方法を思いついた。よし、このデジカメなら絶対にバレないだろう。このデジカメをこのカバンの中に入れてっと。はあ、面白かった。すみません、あなた映画館で盗撮してましたよね。もう警察の人呼んでますから諦めてくださいね。は？俺何もしないですよ。っていうか証拠どこにあるんだよ。証拠って、今の映画館はスクリーン側にカメラがあり、客席の人の不審な行動などは丸分かりになってるんですよ。そんなことも知らないなんて無知は罪ですね。しっかり刑務所で罪を償ってきてくださいね。そんな。そうして俺は著作権侵害の罪で逮捕され、3年の実刑判決が下りた。誤って毒キノコを食べた男の末路、俺はゴングー。最近都会から田舎へと引っ越したアラサーだ。いやー、じいちゃんから譲り受けたこの山と家は最高だな。個人所有の山なので、生えている山菜も植物も取り放題で、俺は田舎ライフを満喫していた。ん？このキノコはなんだ？これは松茸じゃないか。そういえばじいちゃんがここにも生えてるって言ってたな。これは持って帰ろう。俺は早速松茸を持ち帰り、美味しくいただいた。腹が痛い。救急車を呼ぼう。俺は救急車で意識を失い、気がつけば病院のベッドで目が覚めた。ゴングーさん、あなたの原因は毒キノコの成分によるものです。今度からはしっかり調べてから食べてくださいね。はい、そうします。それから俺は一切キノコを食べられなくなった。嘘の怖い話をした男の末路。俺はカイチル、アラサーサラリーマンだ。仕事納めをした日に、俺は仲のいい会社の先輩たちと飲みに来ていた。いやー、カイチルは本当によく頑張ってるな。いやー、先輩の背中見てるからっすよ。よう言うた、それでこそうちのエースや。あざす、精進します。その後も先輩たちとはいろいろな話で盛り上がったが、一番盛り上がったのが、それぞれ知っている怖い話をしていくというものだった。この話はこの近くで起こった事件なんですけど、俺は怖い話が大の苦手で話したこともないので、その場で思いついた適当な怖い話をいいことにした。その内容とは、この居酒屋からすぐ近くのパーキングにて女性の霊がたびたび目撃されているという話をした。そして思いつくままに、その女性は自ら火をつけ命を絶った女性の霊だというのを付け加えて話すと、先輩たちの反応もよく、なんとかその場を乗り切った。やるなカイチェル、なかなか怖い話持ってるじゃねえか。いや、友達から聞いただけですよ。そして飲み会もお開きになり、居酒屋の前で先輩たちとも別れ、俺は一人で最寄り駅に向かう道を歩いていた。うわ、もうこんな時間か、終電ギリギリだな。俺は不審な女性を見つけた。その女性は寒いこの季節に真っ赤な薄着のワインピース1枚と麦わら帽子を深くかぶって佇んでいた。しかし終電の時間が迫っていたので、気にせずその女性の隣を通ろうとした。すいません、松路駅に行きたいんですけど、教えていただけませんか？え？その場所を聞かれた瞬間、俺は一瞬ドキッとした。なぜなら、さっき怖い話をした時に出したパーキングの真横だったからだ。俺は内心ビクビクしていたが、松路駅の行き方を早口で伝えた。じゃあ、すいません、失礼します。すいません、さっきの話、私のことですよね。え？何のことですか？いや、だから、さっきあなたが居酒屋で話していた焼身自殺の話、あれって私のことですよね。その後、俺は走ってタクシー乗り場まで行き、ビクビク震えながらビジネスホテルに向かい宿泊した。どうしても家には帰りたくなかった。その日以降、俺はもう怖い話を絶対にしないと心に誓った。漫画と現実の区別がつかなくなった青年の末路。おいゴング、最新の末路リベンジャーズ見たか？見たぜ。あのバイクでかっ飛ばすシーン、マジかっけえよな。そのシーンに憧れた俺たちは、それぞれの兄からバイクを借りて行動を暴走していた。ふぅ、最高だぜ。カイジェル、危ない。ここは病院。カイジェル君、気がついたか。よかった。俺はあの日バイクで滑って。その後俺は事故を起こしてしまい、生死をさまよう怪我を負っていたと医師から聞いた。保険に入っていなかったため、損害賠償金も数百万円払うことになり、学校も強制退学になった。目が覚めた時には加害者が俺なのにもかかわらず、全てが終わっていた。父さん、母さん、兄貴、ごめんよ。まんじゅうが怖かった男の末路。怖いものというのは昔も今も変わらないようで、人によっては虫が怖い、人によっては幽霊が怖い、そして人によっては奥様が怖い、なんてことを申しますけれども、昔の時代を江戸と申しました自分。町役場に若者たちが集まり、それぞれの怖いものを語っているようです。おいはゴンスケ、江戸に住む商人だ。今日は町役場に若い商人が集まる会合に参加していた。なあみんな、今日はそれぞれ怖いものを言い合ってみないかい？おう、それは面白そうだな。
俺は雲だけはどうしてもダメだな。俺は蛇が苦手だな。あの動きは見てるだけで血の気が引くよ。いやいや、毛虫だろ。木からいきなり落ちてきてたまったもんじゃないぜ。みんないろいろ怖いものが違って面白いな。話は盛り上がったが、一人だけ輪に入らず笑っている輩がいた。なんだなんだお前ら、そんなものが怖いってか。情けないな。オラはクモもヘビもケムシもどうってことないぜ。何？そんなに言うならチェルベイは怖いものはないのか。そんなのあるわけ。あ、なんだ、怖いものを思い出したんか。一つだけあるんだよ、怖いものが。お、なんだなんだ、教えてくれよ。俺の怖いもんはまんじゅうだ。あんなもん見るだけでひっくり返っちまうよ。おまんじゅうが怖いって？どこが怖いんだよあんなの。怖い怖い、まんじゅう怖い。俺は先に帰るからな。なんだあいつ、まんじゅうの話をした途端走って帰りやがって。そうだ、いいこと思いついたぞ。おいみんな、耳を貸せ。チェルベイを驚かしてやろうぜ。チェルベイはぐっすり寝ていたので勝手口から忍び込み、布団の上に商人たちがそれぞれ持ち寄ったまんじゅうをたくさん置いた。そして隣の部屋に行き、大きな声でチェルベイに喋りかけた。チェルベイ起きろ、いいものがあるぞ。うわ、なんだこれ、まんじゅうだらけじゃねえか。へへへ、うまくいったぜ。どれ、覗いてやろう。まんじゅう、怖いよ、怖いよ。あいつ、怖いって言いながらどんどんまんじゅう平らげてねえか。まんじゅう、怖いよ、怖いよ、怖いよ。やい、チェルベイ、お前まんじゅうが怖いと言っときながら全部平らげたじゃねえか。本当は何が一番怖いんだ。怖いものか、そうだな、今は濃いお茶が怖いな。生徒に気がつかず校門を閉めた教師の末路。はい、あと10秒だぞ、走れよ。うちの高校では朝の8時半までに校門を通れない生徒には厳しくペナルティを与えていた。そのため8時半きっかりに校門を閉めることが教師陣の中の暗黙のルールになっていた。よし、全員入ったな。よいしょ。うわ、誰か救急車。俺が閉めた校門に駆け込んできた女子生徒の頭が挟まり病院に搬送された。その生徒は頭蓋骨を粉砕骨折しており、数時間も経たないうちに息を引き取った。俺はなんてことをしてしまったんだ。その後俺は懲戒解雇となり、業務上過失致死罪で逮捕された。不慮の事故とはいえ安全確認を怠った責任があるとして1年の実刑判決が下りた。ライブ会場でマナー違反し続けた男の末路。俺はゴングー、今日はチケットが取れないで有名な末路の終わりのコンサートに来ている。いやー、やっぱりライブは最高だな。ちょっとくらい撮影しても大丈夫だろう。ちょっとあなた、このコンサートは一切撮影禁止ですよ。ルールを守ってください。うるせえんだよ、別に誰にも迷惑かけてないしいいだろうが。俺はその後警備員に退去命令を下されたが、構わず撮影を続けた。よし、いい映像も撮れたし満足満足。警察です。注意されたにもかかわらずコンサートを撮影し続けたというのはあなたですね。あなたを退去罪で逮捕します。あ、なんで逮捕されなきゃいけねえんだよ。警備員などから退去命令を受けたにもかかわらずその場所から退去しなかった者には退去罪が成立します。分かったら早くパトカーに乗れ。そんな。その後俺は不退去罪で逮捕され、1年の実刑判決が下りた。生徒に手を出した教師の末路。レイヤ、どこにいるんだよレイヤ。俺はカイチェル、アラサーの高校教師だ。去年結婚し子供も生まれ幸せな日々を送っている。今日から転任になった松戸高校2年1組の担任を受け持つことになっている。はい、みんなおはよう。今日からこのクラスの担任になったカイチェルだ。どうぞよろしく。あれ、一席空いてるな。すいません、遅れました。君は西村さんだな。ギリギリセーフだ。明日からちゃんと来いよ。その女子生徒は西村玲也という子で、他の先生曰く家庭環境があまり良くなく出席日数もギリギリで進級したのだと聞いた。彼女は授業中や休み時間も他の生徒と関わることはなく、いつもうつらな目をしていた。西村、もう三者面談の時間だが、お父さんとお母さんはいつ来るんだ。私にはお父さんはいないよ。小さい時に蒸発しちゃったから。お母さんは夜の世界の人だからなかなか家に帰ってこないし、いつもお金だけ渡されてるんだ。そうだったのか、すまんな。なんかじゃあ今日は先生と二人っきりで話さないか。先生こう見えて面白いぞ。何それ、少しならいいよ。俺はじっくり西村という生徒と向き合い話し合うことができた。レイヤも少しずつ俺を信用し始めたらしく、面談が終わる頃には冗談を言い合う仲にまでなっていた。先生、お弁当作ってきたし食べて。え、
マジで？ありがとう。それから俺とレイヤーの距離はだんだんと近くなっていった。レイヤーの行為を一人の男として嬉しく思っている俺がいた。時間が経つにつれ、レイヤーとはだんだんと大人な関係になっていった。しかし、レイヤーは俺と妻に別れてほしいと日に日に強く言うようになった。レイヤー、分かってくれ。妻とは別れられないんだ。じゃあなんであんなことしたのよ。最低だよ、先生。その後レイヤーは執拗に俺を離婚させようと嫌がらせをしてきた。自分は最低なことをしたのにもかかわらず、俺はレイヤーに強く当たってしまった。レイヤー、また俺のカバンに口紅隠しただろ。そういうことはするなって何回も言ってるだろ。じゃあ先生は私のことが嫌いなの？私はただの都合のいい女なの？いや、それは。とにかくこういうことは金輪際やめてくれ。わかったか？はい、ごめんなさい。それ以降レイヤーは学校に来なくなり、連絡しても家を訪ねてもどこにいるかもわからなかった。カイチェル先生、カイチェル先生、至急校長室までお越しください。校長先生、お呼びでしょうか？カイチェル先生、大事なお話があります。そこに座ってください。俺は校長先生からレイヤーがこの世を去ったことを聞いた。自宅で一人で冷たくなっていたということだった。どうしてですか？なんでですか？事情は私には分かりません。ですがその子の机の上にあったこの手紙、会長先生宛になってます。俺にですか？カイチェル先生へ。大好きでした。本当に。私はただ初恋をきれいに終わらせたいだけだから。先生は何も悪くないよ。先生ごめんね。残念ですがカイチェル先生、この事件はもうマスコミの方には流れてると思います。責任の取り方は大人なので分かりますよね。申し訳ございませんでした。その後俺の起こした事件はニュースで大きく取り上げられた。学校からは懲戒解雇を言い渡され、もちろん教師という職にも二度と戻れないようになった。妻とは離婚し、家の外に出ることも人目が気になってできなくなってしまっていた。そして何よりレイヤーのことを思うと自責の念と涙が止まらなかった。綺麗なメダカに見せられた男の末路。私はゴングー。長年勤めた大手会社も定年退職し、その退職金と貯金で今はのんびり余生を楽しんでいる。そんな私の趣味は珍しい生き物を見ることだった。次はどこに行こうかな。お、この水族館なんて良さそうだ。今は珍しい生き物に出会える水族館や博物館、また動物園や牧場に至るまで全国の有名な動物を鑑賞できる施設を回っていた。これはすごい。やはり実際見るのと違うな。私は特にそれぞれが変わった生態を持つ海の生物が大好きだった。その中でも色とりどりの不思議な光を放つクラゲやクリオネなどがお気に入りだった。こういう生き物飼ってみたいな。そうだ、あいつに頼んでみよう。カイチェル久しぶりだな。どうだ研究の方は？ゴンジさん久しぶり。どうしたの、いきなり連絡してきて。てかそうなんて何？いや、お前んとこで育ててる珍しい生物を見せてほしくてな。今はそれしか楽しみがないんだ。頼むよ。ああ、それならいいよ。僕以外誰もいないし。本当か、ありがとう。それから私は老いが通っている研究室にていろいろな生物を見て回った。そしてその中である水槽に目が止まった。カイチェル、こんなに綺麗に発光しているメダカ見たことないぞ。これは遺伝子を組み替えたメダカなんだ。他の研究所にもいないんじゃないかな。そうなんだな。これを私に売ってくれ。金ならいくらでも出そう。まあ他の研究生とか教授には適当な嘘をついとけばいいし、こんなんで金がもらえるならいいか。絶対に他の人に渡したらダメですよ。お金が用意でき次第また声かけてください。もちろんさ、今すぐ用意してもう一度ここに戻ってくるよ。ありがとな。それから俺は光るメダカをゲットし、水槽を購入し大切に飼育した。気がつけば水槽の中は30匹以上の光るメダカがひしめき合っていた。こりゃすごいぞ。そうだ、この一部を売り出せばお金を稼げるな。俺は即売会を開催して光るメダカを販売した。マニアの人にはたまらないらしく、即購入する人も中にはいた。よし、これで売り上げも上がったし最高だ。金も回収できたし、よかったよかった。今月は400万も売り上げがあった。よかった。ん？誰だこんな時間に。はい、警察だ。ゴングさんでお間違いないな。あなたをカルタヘナ法違反容疑で逮捕する。何ですかそのヘンテコな法律は。私は何もしていませんよ。あなた、大学の研究室から遺伝子改変をした生物を研究生に賄賂を渡して手に入れましたよね。その研究生が取り調べて口を割ってますよ。確かにそれは事実ですが、なんでそんなんで逮捕されなきゃいけないんですか。カルタヘナ法は生物多様性を守るため、遺伝子組み換え生物の取り扱いを規制する法律なんだ。研究室などの閉鎖された場所以外で扱う場合は、生態系への影響がないことを証明し、国の承認取得が義務付けられてるんだよ。あなたはその承認も得ず、飼育やましてや販売行為までしていた。これは立派な犯罪行為ですよ。分かったら早く署まで一緒に来い。
そんな。そうして俺はカルタヘナ法違反の罪で逮捕され1年の実刑判決が降りた。言葉を交わさず振られた男の末路。僕は8階建てのマンションの6階に住んでおり、8階に住んでいる綺麗な女子大生に恋をしている。あ、こっち空いてますよ。しかし彼女は僕がエレベーターに乗っているのに気がつくと嫌な顔をして必ず僕に背中を向ける。確かにこのエレベーターは定員が5名なのにもかかわらずかなり狭く感じる作りになっている。すいません。いつも8階に着いた瞬間僕の言葉を振り払うように小走りで彼女はエレベーターを後にしてしまう。今日もダメだったか。明日はちゃんと振り向いてもらうぞ。その日は4階に住むカップルと6階に住む老夫婦と彼女とエレベーターに乗っていた。しかし6階でエレベーターが止まり扉が開いた瞬間彼女は非常階段の方に一直線に走り出していった。待ってください、少し話を聞いてください。僕は彼女の後を追いながら夢中で話しかけた。なんか僕のこと避けてませんか。僕はあなたのことが好きで仲良くなりたいんです。ねえ返事してくださいよ、見えてるんでしょ。最後まで彼女は僕と話を交わさず目も合わせず自分の部屋に入っていった。くそ、あの女、掟を知ってやがったんだな。